どうもこんにちは、双葉エマです。ゲストに、はい、エカノアです。よろしくお願いします。今日はですね、エカ姉さんと私の勝負下着を紹介したいという、はい、ここです。はい、紹介動画です。はい、早速勝負動画、じゃあ間違えちゃった。勝負動画で勝負下着を見せていきたいと思います。はい、はい、エカー姉さんの勝負下着はどんな感じのものでしょうか。まず勝負下着という概念がなくて、はいはい、勝負下着って多分世の女性の方は、はい、そのここぞという時のために取っといとくとか、はい、多分ここぞという時のために買いに行ってたりするわけでしょ、はい、まあ、その概念がまずね、私ないのね。あ、ないんですか。大前提、うん、概念がないのよ。私世の女性と同じでした。概念がなくて、はい、だからお見せできる一番綺麗なものをお持ちしましたという感じです。へぇー、はい、というわけで紹介したいと思います。わー、そうなんですね。勝負下着って別にないんだよなと思って。勝負下着、でも私もよく考えたら持ってなくってないよね、そんなにね、うん、だから多分意外と世の女性多いと思いますよ。そうなんですよ。だから自分の持ってる下着の中に一番、そう、ね、セクシーなの持ってきました。あ、はい、私は一番綺麗なのを持ってきました。はい、その姉さんの下着はね、結構可愛い系、可愛い、ふわふわな感じ。あ、めっちゃ好きなタイプのデザインです。ここがね、ここが可愛いよね。でもなんか勝負っぽくない？勝負っぽいね。持ってきた、うん、デザイン的な意味で勝負っぽいかなと思って持ってきました。間違いない。これが、え、女の子らしい勝負下着ですよね。そう、するとき、しな、なに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 、エッチするとき白い下着つけてたらちょっと私逆にドキッとするかもしれない。あ、逆にね、逆に、あ、なんか赤いとかだともうやる気満々みたいになっちゃうから。確かにね。そう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 。一応パンツに出してみましょう。あ、エロいですね。いいですね。え、可愛いですね。うん、なんか可愛い系の勝負下着ってなったらこっち系になりそうな気がするなって思いました。うん、確かに。そう。ちなみにこれは現場でもらいました。現場でもらいました。現場らしい、はい、新品だったんで、もう着ないからいいよって言われたんで持って帰りました。あ、いいですねそれ。そう、現場にある下着って、現場の下着にしては可愛くない？失礼。え、なんだろう、現場の下着、私結構ロリ系だからか、なんかあの小学生用のスポーツブラみたいなのとか、確かにね、そう、あとなんかこういうシンプル なんだろう、こういうレースな感じのがないんですよ、現場って。うんうん、シンプルなのが確かに多いかもね。そうなの、だから意外と珍しい、なんかこんな装飾のついてる感じ、ね、はい、かわいい。これが今一番うちの中で綺麗でかわいいです。わー、すごい素敵な勝負下着を見せてもらいました。はい、ありがとうございます。ではあやまちゃんは、はい、私の下着を見せていきたいと思います。勝負下着いきます。じゃん。うん、ザッツだね。ザッツ、うん、勝負下着、勝負下着ってイメージ、そう、いや、わかんない、勝負下着って結構人によっては違うと思う。違うですよね。しかもね、やる気満々な感じの赤い勝負下着私持ってきちゃいました。確かに、やっぱ赤のイメージあるよね、うん、ちなみに私はこれはピンク映画で使うためにちょっと一応購入したものなんですよ、うん、なんでそんなに履いてないんですよね、うんうんうん、そう、こんな感じで着れば着るだけボロボロにやってないから、そう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 、なっちゃうんですよね。違いない。もうちょっとね、何回か捨ててるんで、ちょっとあの、ちょっと全然綺麗よ。あ、本当ですか。綺麗綺麗。イエーイ。イエーイ。じゃ、下がこんな感じです。あ、紐なんだ。紐のやつなんですよ。あ、大丈夫か。確かに、それは勝負だね。紐の勝負のやつ買っちゃいました。初めて。紐は勝負感出るね。ね、出ますよね。うん、ただこれ難点なのが、多分これ吸って取るのエロいじゃないですか。うんうん、私逆につけれないって言ったら落ちてくるんですよね。そう、つけてると、あ、落ちた、やばいやばいやばいみたいな、なんかだからパンツ脱げたみたいな感じになっちゃって、紐はリアルに勝負用なんだと思う。そう、リアルガチで勝負用、本当に、うん、じゃないと、そう、普段ね、そう、大変よ本当に。これ普段から履いてたら常にパンツ脱げちゃうから、そうだね、なんか嫌になっちゃう、マジで。そう、後ろも透け透け、透け透けでも多いよ今ね。多いですよね。なんだろう、なんか何なんですかね、あれ。分からん、勝手になるよね。ね、うん、布でいいのにね。そう、気づいたら、あれ、スケスケも買ってないのに、スケてたのに。そうなんだよ。そう、もうそんな結構あるんですよね。そんな感じで、勝負したり以上。本当、世の中ね、女性、そんなに勝負したりを持ってるのかっていうのに、私はすごく思う。そう、しかもさ、常備しとくかっていう問題。勝負用ですよ、置いとくかって言ったら、置いとかなくない？私の友達、一時、好きな男の子ができたときに、狂ったように紐パン、紐ブラみたいなの買いに送ってた時あって
が常に勝負下につけてる子になっちゃうよね。そう、うん、なんかつけづらそうな感じだったの。そうだよね。そうなんだよ。そんなになっちゃうから、なんか意外と勝負用ですっての取っとく人っているのかなって、ちょっとそういう謎が歴史的に生まれてるんで、確かにね、ちょっと知りたいですね。知りたいです。世の中の女性の方からの意見をお待ちしております。お待ちしてます。じゃあ、エカネさんの下着が好きな人と、あと私の持ってる下着が好きな人、どっちが多いかちょっと票を取りたいと思います。あ、じゃあお願いします。どちらがいいか、うん、いきます。せーの、でん。おお、分かれましたね。マジ？マジなんだけど。おお、めっちゃ意外なんだけど。まあでも好みだよね。だから多分逆にこれがいい人は、まあ、分かりやすく勝負してあってほしいんじゃないよ。多分逆にこのぐらいの方がやりすぎなくていいってことでしょ。逆にエロい。ね、分かる。だからそのいかにも感を出したいのか、はい、もう今日合わせてきたよっていうのを出したいのか、それともまあそこまでじゃなかったけど一応こう色とか赤とか黒とかではなく、はい、淡い色で攻めたいのかっていう、なるほど、そこに分かれるかもしれないですね。ですね。はい、まあ皆さんどんな勝負したいかいいかね、考えてください、考えてみてください。皆さんはどっちの、エイカー姉さんと私の勝負主義どっちがいいか、ちょっとコメント欄で、男性陣は今半々でした、半々でした、コメント欄で教えてください。はい、勝負下着のお話でした。さよなら。バイバーイ。